あ、いけるかな、尻尾振ってんな。こんにちは。めいちゃん、久しぶり。久しぶりやね。めいちゃん。はいはい、めいちゃん、久しぶりやな。ちょっと慣れたかな。久しぶりやな、めいちゃん。めいちゃん、ちょっと慣れたかな。あ、よかったな、これは。あ、いけるか、きなこちゃん。あ、じゃあ行こう行こう。おいやー、すごいな、すごい勢いやな。あ、行ってしまった、行ってしまった、姉ちゃん。あ、抜けたよ、びっくりした。はいはい。あ、でもやっぱりちょっとあれかな。いけるかな。さあ、大量のワンちゃんとご対面やで、いけるか。おるかな。あ、何匹かおんな。おるな。お、姉ちゃんおるな。はいはい。ここここ。ここここ。お、入っていくんで。いや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 。あ、そうですか。ここね。そうなんです。はい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 。あ、こんにちは。姉ちゃんの視聴者です。あ、そうですか。はいはい、めいちゃん、めいちゃんちょっと行ってみるか。はい、めいちゃんどうぞ。はい。わ、あら。あら、かわいいな。みんな大騒ぎだ。みんな、みんな。あら、かわいい。敷地に入ってこなかった。そうそう、この辺から。よくあるって言ってね。やっぱこっちはちょっと危ないね。姉ちゃん、いけるの。意外といけるの。あ、もっと吠えるかなと思ったけど。意外といけるね。はい。はい。はい。姉ちゃん。めっちゃ怖いな。めっちゃ迷子らしいです。え、なんかここの山の中からポッと出てきたって白い。あの子？はい。どういうこと？どういうこと？あれ、置き去りになったの？どういうこと？でもめちゃくちゃ社交的やね。ってことで誰かがはめたってこと？え、こ、なんかここにおった人が、あのね、ほっとったら高速道路とか行ったら困る。とりあえず入れたな。あてて見て、わって思った。この人がそうだと思った。ラジオに言ったけど、どう見ても18歳じゃないよ。あら、来てくれたん。うん、めっちゃ吠えんね。いけるんすね。いや、ほんとやね。よかった。吠えてするかなと思ったのに。よかった、よかった。いや、もうし逃げまんねんぞ。あら、この子がお前頑張っとる。怖いって。うん、なんかちょっと。ま、昨日万の公園にあるでしょ。 うん、あそこ行った時に大きな犬に噛みつかれてね。犬のトラウマ。うん、なんかトラウマ。なんか犬に吠えて吠えて。今日は大丈夫ですね、これ。
丈夫よ。よかったよかったね。半年も久しぶりやな、めいちゃん。よかったなあ。よかっためいちゃん、前はあれやな、家に来られたの嫌だった。何だったんだろうね、あれは、ね、ひどかったね、あれは。人間だったら喉かすがすんなやばいよね。めいちゃん、快挙やね。快挙。今日は書く、あれですよ、もうちょっと絶対あのコメント欄とかで、めいちゃん仲良くなれてよかったって言ってくれる。覚醒したな。よかった。めいちゃん何歳ぐらいですか。2歳半。2歳。あ、ほなきなこちゃんと一緒。誕生日も近いね。週間ぐらいで差が。そうそう。ほぼ双子の姉妹。そうなんよね。なあ、よし、めいちゃん、こんにちは。ああよかったわ、ほんまに。ああよかったよかった。めいちゃん、めいちゃんどんくさいね。ああよかったよかった。人懐っこくやっぱこれね、これとこれね、前からね。面白いな。めいちゃんはやっぱオスとか安全地帯やな。ね。いいじゃん、ちょっと行けるもんな、他の子に。あー、かわいい。何してんの。キノコの食感。何でしょう。また大きな来たぞ。あ、ラブラドールに来たぞ。もうまだ。みーちゃん。あ、ボルゾイっていうね。おお、すごい。でっか。わ。これはすごい。ボルゾイ初めて見た。細長。すごいな顔立ちが。
これ迫力あるな。おお。こっちが湧いたら危ない。姉ちゃん。姉ちゃん一番涼しいとこ。なあ。うん。ね、こんにちは。ゴンちゃんです。ゴンちゃん。ゴンちゃん可愛いな、ゴンちゃん。ありがとう。あら、ゴンちゃん。は、こんな一気に両家犬あった初めて。犬生初。ね、あのなんか一回転がされたっていう。そう。あの時はまだ6ヶ月やったけどね。転がされたんです。そう、転がされた。でしたね。でも成犬になって初めてこんだけ、ね、この犬。うんだって成犬になってきなこちゃん初出なかったあ、そうなの、ね、うんあの、この間着とったあのね黒っぽい子にもごっつい吠えようだそう、もうめちゃくちゃもかわいそうなっていうもうどうなってんのってぐらい私白銀のボード初めて見ましたあすごい綺麗ね、やっぱ、うん、これね、大人になっても真っ白の子って珍しいですよ ねそうなんですちっちゃい時は白い毛多いけど背中がね、えらい茶色なんですよだけどね、これ冬はね、はい、これが白い毛が覆うんですよ不思議な、なんか、よかったまだ怯えとなんか怯えてるけど一個上に登っとうけちょっと精神が安定しとるそうだな精神安定しとるなうん来たもう完全怯えとんなこんな狭いとこでおらんで広いのにあんたもういらすんじゃない繋がれちゃうあら繋がれちゃったあら久しぶりやなあこんにちはあら大海ちゃんもうやってきたもうやってきたはい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 。ゴンちゃんの体もそうそうなんか言うてました女の子やけなんかセーラー服コンピューターの何やいやーオアシスやなマメちゃん最高やねねえこんなところがあるんだなさっきね。この間のあのなキャンピングカーすごかったね。そうそうあの仙宮県のな。そうスメルで。そうすごいんよ中、ね、うん
だけ広かったら乗せても、まあ、一緒に回れるよね。いや全然いけるね、あれは、ね、うん、キャンピングカーあったらなんか災害とか来た時にいいなと。本当やな、ほらこうね、こういうふうに乗せれるよね。避難所にもしかしたら入れんかもしれない、うん、めいちゃんもいてきたよ。あ、めいちゃん、はい、めいちゃんもあれいてきた。怖いな、あれめいちゃんとひなかちゃんのお母さん、こっちに馴染んでる。そうそう。遊べ。何ほら、はい、いやだ。あかんやっちゃな、お前。ひなこちゃんが一番なるとはな、うんうん、姉ちゃん。この子やったらもうリラックスしとるな。そうだね、もうずっと気をね、9ヶ月ぐらいの時庭みたいな感じ、ね、そうだね。姉ちゃん、また来たら元気になるか。うん、何回か来たら、ね、うん、片道3分ぐらいかかりますけど。うまいね。あら、あら、あら、こんにちは。
アップで YouTube 載しちゃうよ。みーちゃん。なんの？嫌だ。ついてこんでも遊んだよ。ずっとついてこんで。これで多分ゴールドの黄色は全部見たかもしれない。これね、黒いおらもね。そうそうそう、幸せに気分が。何歳なんですか、これ。7歳。あワンちゃん、ワンちゃん、ゴル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 ちゃん、うわ、こんな。わかればいいけどね。ねえ、固まっとんね、お前。うーん、匂いに気を。舞ちゃん、ちょうどいい匂い出す位置におるけど。匂い出す位置。なんか、サムちゃん、えらい珍しく、なんか、今日ね。すごいな、この毛。あ、柔らか。こんな柔らかいな。わざとパーマ出てんだよ。すごい不思議なあ。不思議な犬やな、ほんま。すごい変わってんな。こっちコンビじゃん。すごい細っ。足が長いな。足の指が長い。あれ、こっちが、うん、こっちがきなこちゃんな。よし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 な。はい、よしよしよしな。これ待って、これはなかなか。ほら、次々、結構あれやね、たくさん来るんやね。そうですね。おー、すごいすごい。おー、すごい。はいはいはい、はいはいはい。めいちゃん、めいちゃん、どうしてどうしてどうして。めいちゃん、おい、おい、遊んでこい、遊んでこい。よかった。でも全然吠えんだな。Thank you.
一番近い情報持ちたいんですけど、あのでも18歳って書いてますよね。どんどん18歳あれで18歳だったら30歳でもできると絶対違うなる絶対これだこれだと思うから違う兄ちゃん帰ろう、またね、兄ちゃんほなさらばするか兄ちゃんまたねとうとうここから降りず終始ビビったまま終わったな初日は。なめちゃん帰ろうか。ほなどうもありがとうございましたどうもどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうも。